レオポルト・ビルヘルム・フォン・イエス・ター・ライヒは、オーストリアの貴族、軍人。ドイツ騎士団総長、スペイン領ネーデルラント総督も務めた。神聖ローマ皇帝フェルディナント2世と最初の日で、バイエルンヴビルヘルム5世の、娘マリア・アンナ・フォン・バイエルンの罰子であり、フェルディナント3世の弟。父の後押しで若年にもかかわらず、皇位聖職者となり、次々に兼職を獲得し、 1625年にパッサウ司教を、1626年にシュトラスブルク司教となった。1627年にはハルバーシュタット司教となり、1631年にマクデブルク大司教を、1635年にブレーメン大司教に任命された。この三つはすべてが北のプロテスタント地域にあり、カトリック教会の下部構造はずっと前から姿を、 決していたため、レオポルドは権力を行使することはなかった。1648年にはいずれも世俗化された。その後も、1637年に、オルミュッツ司教、1656年に、ブレスラウ司教と多数の聖職力を手に入れた。1639年に30年戦争に、対処すべく、兄から皇帝軍司令官に任命され、立場上、 オーストリアから離れられない兄に代わって、スウェーデン・フランスと戦った。しかし、軍を率いたことがなく、最初から無理のある任命だったため、1642年に、スウェーデンの将軍レンナート・トルステンソンに、ブライテンフェルトの戦いに敗れ、オーストリアを危機にさらした。1641年から、ドイツ騎士団総長を務めたが、1644年に、 トルステンソン戦争でデンマーク救援に差し向けた軍勢が敗北したため、司令官を辞任。1647年にスペイン領ネーデルラント総督に就任して、フランス侵攻の準備を進めていたが、翌1648年にコンデコ、ルイ2世へ率いるフランス軍と遭遇して大敗。スペインからオーストリアへの支援が失われたことで、兄がドイツ諸公と妥協して、 ベスト・ファーレン条約の締結につながった。ネーデルラント総督在任中は、フランス・スペイン戦争で、フランス軍と戦い、北フランスの城塞を奪取して回り、ネーデルラント防衛及び、スペインの支援に尽くした。また、絵画収集に力を入れ、ダフィット・テニールス、フランス・スナイデルス、ピーテルス・スネーエルス、ダニエル・セー・ヘルス、ヤン・ファンデン・ヘッケ、 ジョン・マイケル・ライト、ヨハン・カスパール・ケルルラのパトロンとして活動、ブリュセルの屋敷に保管して辞任後はオーストリアへ移送、コレクションの一部は後にオルデアンコレクションに収められたり、ウィーン博物館に移された。1656年に総督職を不安ホセでアウストリアに交代して、オーストリアへ戻り、1662年にウィーンで48歳で死去した。 数多くの生殖力のうちパッサウオルミュッツ、ブレスラウシ教職とドイツ騎士団総長は、老いのカール・ヨーゼフに受け継がれたが、1664年にカール・ヨーゼフが溶接したためこれらの剣職は、すべてだけにわたり、ハプスブルク家の保全はかなわなかった。AB ・キクチ、P175、ウェッジウッド、P258、P260、アーチ・デューク、 レオポルド・ビル・ヘルム、エイバロック・プリンス・オブ・ザ・チャーチ・パール・エクセレンス。habsburger.net。2020年1月27日閲覧。菊池、P175P176P185、ウェッジウッド、P469P471P484P487P537P543 ありがとうございます。